やなんやかしわもち、かしわもちって美味しいよね。かしわもち大好き。何今日買ってたのそれ。聞いてください。なんかいつも通り1000人行ったら弾き語り始めます。なんかさ、なんかさ、パッションフォーユーさ、あれがいっぱいになっちゃったんだけど、カードっていうの、なんかあれガチャじゃなくて、なんかデッカードデッキわかんないけど、なんか受け取れなくなっちゃった。あれは売ったりした方がいいんですかね。なんか持ってるものがいっぱいになっちゃって受け取れなくなっちゃったの。カード強化に使える？カード強化するにさ押せばいいの？じゃあ強化か売却。不要なカードは強化だって。じゃあ強化します。受け取りボックスに入れたままでも大丈夫だって。どんどん強化していけばいいんだ。謎の動き。じゃあ強化します。強化するみたいなさボタン押せばできんの？そしたらさ受け取れんの？また新しいやつは。今日から強化。私さ大学の友達がさ強化ちゃんって名前だったからさ、今日強化いるっていつも言ってた。強化強化。そうなんかねゆっちんのねショールームイベントにね電話出演したんですよ。この間イベントあったので、でゆっちのショールーム出たんですね。その代わりになんかイベントのそうやってくれるって言ったから宣伝してもらいました。原さんありがとうございます。かわいい。1000人来たらって1000。そう書いてもらったじゃないと、だってさやってる人マジで少ないと思うから。今日の前髪良くない？薄いし目にかかってないし、だからといって長すぎないしって思った今。昨日ね前髪切ったんだ。
で、じゃあレベル上げます、レベル上げます。はい、白姉妹強いから。だってやってくれたらいいな、みんなやってくれるかな。レミって皆さんありがとうございます。あと300ないくら、400人ぐらい、350人ぐらい来たら弾き語りします。今日はあのひなチャンネルのさ腹筋のやつをだいたいパート1のやつやるんだけど、今日は昨日しっかりパート2になっちゃったから、今日はなんか足のトレーニングとあとスロートレーニングしました。でも結構効いた気がする。なんか外に出てないからさ、でも腹筋とかなんだろう、筋トレしただけじゃさあんま意味ないのかなって思ってきた最近。それ以外で動いてないから分かんないけど、とりあえずやった私さアコギめっちゃ見せるけどさ、エレキほとんど見せたことないね。エレキあるんだけど、アンプ持ってくるの、アンプあるかな、わかんないや。弾き語りでもエレキしか使う、違う、アコギしか使わないから、アコギしかなんか普段見せることない。赤いギターもあるんだけどね、エレキギター、赤のエレキギター、ポストちゃんって名前ポストちゃん、ポストちゃんはなかなかちょっとみんなの前に現れません。食事はね気使ってないですね、使ってないからやばいなって思ってる。なんかさ家にいるとさあれなんですよ、私が食べたいタイミングの時にさないからさ、適当にそこら辺にあるもん食べてさ、でもさなんか食べ今じゃないなって時にさ、なんかご飯の時間っていうか、なんていうの、一人暮らしだったらさあんま自分のタイミングで食べるけどさ、こう実家とかだとなんか多分今じゃないんだなって時にご飯だったりとかするから、なんか難しい。でも食べるじゃん、でもさ自分が食べたいタイミングの時もさ食べたいからさってなるとさめっちゃ食べちゃうじゃん、やばいよね。ギターはアコギとエレキ一本ずつ、そう。でもね、ゾウさんギターが欲しいの、本当は。ゾウさんギターが欲しい、私は。なんかさ、ユニットであるよね。S 公演だっけ？なんか。あれ、ゾウさんギターだっけ？なんか忘れちゃった。あんまちゃんと見てないや。そんなニュース出たことなかった。ゾウさんギターはなんか高校生の頃から欲しいと思ってんだけど、まだない。書き合ってると名前つく、なんかね、ポストちゃんはポストちゃんだけど、アコギは名前ないです、いつも使ってるやつ。そう、ジェリービーンズ、ジェリービーンズ
ゾウさんギターを調べたら出てくるよ。かわいい、なんかおもちゃみたいなやつ。持ち運び楽そう。アンプ内蔵とかめっちゃいいじゃん、その場で弾けるじゃん。あと100人ぐらいになりました。じゃあパッションフォーユーはちょっと強化させてからとりあえず強化させます。あ、落としちゃった。なんか見たことあるかも。でもなんかさ、あれってさ、ギターってさ、エレキも、なんだろう。でもね、落ちちゃいそうになるのはわかる。マッチさん、ありがとうございます。あとちょっとですね、61人で1000人になって、1000人になったらやる。そう、今日か明日にはクラブ入っておかないといけない。早くクラブ申請してね。そう、マジで今朝のクラブ空きありますか。全体的に全然空きあると思うよ。そんなになんかいっぱいいっぱいなところないと思う。むしろなんなら、簡単、1026人になりました。ありがとうございます。じゃあテロップ変えます。はい、そう、パッションフォーユーよろしくね。みんな今日か明日にはクラブに入ってほしいから、今日か明日にはパッションフォーユーまだやってない人も、あんまやってなかった人も始めてほしいです。ちょっと最初はまた音調整で始めますね。なんか15分のでちょうど1000人ぐらいになるのね。ういういうい。はい、失礼いたします。あ、下、いや下は無理だな、紐が足りない。ねえ、ぶつけすぎ、ごめんなさい、ごめんなさい。なんかさ、中学校の時さ、中学校の時は吹奏楽部で、どっちだっけな、小学校か中学校どっちかの時はなんか楽器一回ぶつけたらごめんなさいって言って、でどっちか小学校か中学校の時は楽器ぶつけたら頭10回叩くっていう。
にピフォンです。まあ弾く曲は決まってそうね、なんとなく決めました。なんとなく決めといたんですけど、そのなんとなく、あ、この曲やろうかなってさっき書いといた紙がをメモしといたやつを自分の部屋に置いてきちゃったから、なんか正直分かってないところもあるんですけど。わ、やばい。ね、このさ、ユーフレットさ、動画、YouTube となんか、絡んでるやつ、なんていうの、動画プラスってやつはさ、できなくない？動画が一緒に流れちゃう。この曲はやめとこう。適当に押しちゃった。動画なしでいいのに。坂道は今度やります。ちょっと坂道も今度やりますね。あ、あれならできるかな。なんだっけ、前さなんかやったよね。え、もうできるかわからない。でも、いや、でも48だけにしとこうかな。サビだけ何個かやります。あ、一回テストサビだけやりますね。ギターの方が大きい気がする。バイクテスト、バイクテスト。SK で SK もやります。今日は48縛り。多分。マイクテスト、マイクテスト。あ、あ、あ。やろ。君に重要心配し何も話せなくても、確かに今僕らは一つになる。君に重要心配し後ろ気づかなくても分かり合える日が来るよ。大丈夫ですかね、聞こえますか。テスト舞台。オッケー、ありがとう。ねえさ、なんか前にもさ何回かコメント来てさ、いやこれなんか難しくて無理だろうと思ってやつがあったんだけどさ、
なんかサビだけなら歌えるかもって思った曲をやりたい。できるかわかんないけどやりますね。ありがとう、似合っててありがとう。大人になんかなりたくないよ、このままがいい。人生は短いんだ、好きにさせろよ。学歴だったり職業だったりどうだっていいよね。みんなと盛り上がれたらそれ…え、違うね。みんなと盛り上がれたらそれだけでも幸せさ。今を逃すんじゃね、今をもっと生きるんだ。わーわーわー、やクレイジーだ。かんかんかん、ゆわクレイジーボーイ。終わっちゃった終わっちゃった。この後は難しくない？ちょっとなんかさ、歌じゃないじゃん、もう言葉じゃん。ちょっとこれはサビしかできない。ゲームやりますね。どうしようかな。あ、これ最近よくやってるからこれやろう。弾き語り、そう弾き語りです。最近ちょっとこれ やってる気がする。街は伸ばせて、みんなそんな
キュー太陽でした。パチパチありがとうございます。ありがとう。ちょっとでもこの間とかぶっちゃうから、なんか今回はあれなんだっけ、ちょっとねいつも一番だけだからフルをやろうと思っている。なんだっけな、どれだっけ、いやちょっとそれは後にしようかな、どうしようかな。まあいいか、今やるか。そう、フルです。いきます。過去と現在未来形ありもいろいろある、だからこういうパーティー好きな夢もさ、人間関係複雑すぎちゃって、君にしてるよみんな友達なんだろう、元カレで紹介しないでくれ、僕は冷静になれないし気まずくなっちゃおかしい、君ってそう
そういうとこあるよねでした。あるよね、あんたありがとう。初降る、ちょっとよくわかんないとこあったけど、まかさんありがとうございます。ありがとう、しわかでまつもありがとうございます。あー初降る、初降るでした。ゆきおさんありがとうございます。ゆうきさんありがとうございます。あとあと何曲やろうかな、あと1曲でいいですか、ちょっとパレを挟むかでさ、前回初めてやってみた曲をまた今回もちょっとやります。最後にパレオのサビだけ挟みをします。スタンドバイユーはね探したんだけどなかった。遠くにいてもねなかった。あのユーフレットに見てんですけど、そうあるかなって思って見たらなかった。いきます。続き変更性もなかったですよみたいな。うん、そうユーフレットにあるやつで、なおかつ私が、できれば知ってるというか歌ったことあるとかパフォーマンスしたことあるやつだったらまだわかるかもしれない。ちょっとじゃあ最後の曲いっちゃっていいですか。いいですよ。これは一番だけにしとこう。なんか待って、他にもあ待って、じゃあ一曲増やそう、一曲増やしますって
オッケーオッケー、待って1曲増やす。あんまねちょっと弾き語りの曲向きではないけど、まあ楽しい歌を1曲挟んで最後にします。もうあとこれとその次で終わりね。よしそう、はい、早アンコール逆アンコールやります。賛成かわいいじゃんじゃん青空午後透かしで本当の気持ち賛成かわいいサンシャイン風に注ぐこの道誰よりも君を好きなんだ。間違えちゃったけど、好きなんだ、いいね、イエイじゃあ最後の曲に行きます。最後の曲行きますよ。久米田さんありがとうございます。よし、もう本当にこれで最後です。朝の空を見上げて今日という一日が笑顔時
365日の紙飛行機でした。最近この間初めて弾き語りのショールームで歌い始めて、なんかちょっとハマってる。感謝、ありがとう、ありがとうございます。はい、ちょっとねこの曲もね2番も覚えようと思ったけどね、2番難しいってか覚えられなかった。楽器が上手になる秘訣ありますか？楽器はでもあのギターは簡単だよ。あの私みたいなレベルの弾き方だったらめちゃめちゃ簡単だと思います。U フレットだってあの指を押す場所がさ全部書かれてるんだもん。超簡単よ。何を歌ってもいいよと言ったら何を歌いたい？ミオさんの光へ。さっきはね実はちょっとねあのこうショールームだからできないけどね、ずっとね前奏をねやってた。これめっちゃき歌いたいって感じの曲。歌える場所がないよ、悲しい。インスタライブとかだったらできるのかな。え、ギターはねだってさ独学でやる人多いじゃん。私もさあの適当にあの全然誰かに習ったとか教室行ったとかいうわけじゃなく、本当になんかあの見たまんまのことを本当にやってるだけだから、パソコン U フレット見たら誰でもできるよ。そうアイドル曲普段歌わないから、あれもやりたいな。だっけ放課後レース今度やろう。そうみやさんかレモンさんか片平里奈さんですね。あそう F で苦労する人多いです。 F はここに2個やって、待ってそう言われると分かんなくなる。あこうF はここは全部落とすときはなんかもうこういう状態で、ここの2本とここの1本を押さえる、これが F。 なんかねそう私動画編集でね、なんかうちみんなに見せる用じゃなくて自己満用なんであのあれなんですけど、あの自分でさこうギターやってフルートやってピアノやってて曲をさ合わせてさあの同じイヤホンでメトロノームだけ流しといて、でそれに合わせながらなんか自分でこう一個の曲を作るっていうのをやってるんですけど、あの 440Hz でやってたんですよ今まで。チューニングやってたんですけど、フルートとかピアノが442だったからね、ギターも442でした。ちょっと音高めになった前より。あとあれはあのさスピッツのチェリーとか、めっちゃスピッツのチェリーみんな一番最初もしギターやる人はちょっと関係この関係であのショールームだと歌えないけど、コードがねめっちゃ簡単。これとこれとこれとこれぐらいしか出てこない。だからこれで F を習得できれば結構いける。そうそう、
ければ、うん。まあそうね、ほぼそれぐらい。そう、この間の YouTube のやつもさ、最初普通の弾き語りとかもさ入れてたんだけどさ、なんかやっぱクラシックしかダメになっちゃったから、なんかね載せられなかった。個人のとかだったら、個人でやってる人とかだったら多分できると思う。グループに、なんグループだと難しそうな気がする。多分この間のもダメだったから、グループに言うと。ギター歴何年ですか？いや全然ないよ。高校2年の時から2年3年だけ軽音部入ってたけど、そのぐらい。ピックは硬いの使って、なんかね普通の、あの私この形のこのこれが一番大好きなの。あー今向こうにあるわ。なんかさ、もっとさおにぎりみたいな三角のやつとかさ、もっと硬いやつとかあるけど、私はねちょい柔のこの形のが好き。この大きさもこれがいいですって感じ。もういなんか生えてきたけど、ピックでもさ安いやつはめっちゃ安いから、可愛いやつとかさ、なんかサンリオのとかあるからさ集めたりしちゃう。あピアノ7年やってて、ピアノからね、まあでもなんだかんだ、音楽1から始めるのにピアノやっておくと割と他の音楽はやりやすいからね。ピアノから入るのは一番なんか基礎って感じだから、そういいと思う。今度また弾き語りしますね。今日はもうあの終わりなんですけど、弾き語ったに変えとこう。はい、今日はもう9時になっちゃうし、また今度やります。なんかあれだね、あのないと思うけど私物プレゼントとかあったらピックいいね今思ったまっちゃったごめんね。またなんかやります。さや姉さんのコンサート行ってみたい。ピックを投げるのね。なんかさあるじゃん、コンサートによってはさ、なんかこう投げる系あるじゃないですか。うち投げる系ね、ちょっとあの苦い思い出があるんですよ。苦い思い出があって、なかなかあれなんですけど、まあ投げますけど、なんか小学生ぐらい、中学生ぐらいの時かな、あのバレエの発表会の終わりに飴を投げるみたいなのがあって、なんかおじいちゃんおばあちゃんか忘れたんだけど、なんか知らない人ねになんか自分が投げていったその先を見たら、なんかめっちゃカーって当たってて、はーってなっちゃって、そう
ごめんなさいって感じだった。悪気があったわけではないんだけど、投げた先まで見てしまった。スキーファンは当てられたら喜ぶか大丈夫だって。その時は本当に申し訳なかった。フェス公演でチャレンジ、私さ、なんだろう、ギターとかはさ、まあ最悪なんていうの、アンプとかつないだりとかがあるからさ、あんまりできないかもしれないけどさ、フルートならさマイク1個であれば別にできるから、なんか楽器演奏フルートできないですかってさ、その公演のマネージャーさんに聞いたら、あ、楽器かちょっとわかんない、うん、聞いてみるみたいで終わっちゃった。それで結局なんかその時が私初のアンダー2個出る時だった前だったから、直前だったから、なんか結局そのまま話だけして終わっちゃったって感じ。いや、できるかは分かんない、なんか話しとくで終わってたから、分かんないから、なんか聞いてみる。こんばんちは、誕生日おめでとう、ハッピーバースデー。4月の最後らへんなんですね。クラスだったら結構早く誕生日を迎える人だ。そうだ、先輩がやってたっていう話をしたんだけど、ちょっとわかんないってままになっちゃったんだよね。劇場の生ギターの前でも私そんなにさ、なんかショールームだからさ、なんかこんなさ人数いてもさできるけど、私自分なんていうの、楽器ならまだしも歌で一人でっていう自信がない、そんな上手くないしみたいな。そんな上手くないしって思って、あれ出たいな、なんかユッチが出てたさ、下北のラジオね、やりたいけどね、やりたいけど人前でやる。歌唱力出た、歌唱力は出たんだ。ボロクソだったけど、あの時光へ歌えばよかったかな、ワンちゃんね。え、下北出させてほしいなって感じ。え、それだったらさ、なんかみんなの前でさね、できそうな気もする。出たいな。そう、めっちゃ思ってた。大学とか関東でそのまま出ようと思えば出れるけどなって思ってた。
もうちょっと FM 出るの絶対考えてます。なんかね、出れたらいいな。じゃあ何が一番得意なの？なんだろう、ピアノかフルートかな。ギターも歌もね、別に得意ってわけではないから、多分そんなに。なんかね、ソロンだとさ、まださ、いいけどさ。しんちゃん、ハートありがとうございます。で、私は今何を飲んだでしょうか。バンドではギター、うん、そうだね、バンドではだからアコギじゃなくてエレキとシンセサイザーやったっけ、キーボードやってた。カルペスブブー、ミクティブブー、水、ちゃいます。16茶ってお茶のあれ、メーカーじゃなくて、なんだっけ、ブブー、抹茶でブブー、みんなあったら レインボスティーブブー、コゴティーブブー、カルピスブブー、ジェナンティーブブー。正解はホットインクでオレンジセンスでもありません。マンゴーサワーでもジャスミンティーでもありません。もういいですか。正解は麦茶でした。麦茶ってこんなに出てこない。逆に お茶でした。お茶の呼吸お茶の呼吸とはって感じだけど、麦茶そんな飲まないけどね。最近はなんかレモン炭酸水だけどちょっとレモン入ってますみたいな、レモン炭酸飲んで、今はでも麦茶。炭治郎です。私は料理もしたいな。あとじゃあ5分ぐらい喋ったら終わりにしようかな。
野本先生ありがとう。ピアノとかギターとか手元見ないで弾けるの。なんか手元なんとなくね感覚でわかるよ。ピアノはもうね平気見なくても。あり明日麦茶パーティー配信。麦茶。乾杯。コンビニの麦茶、でも麦茶は別にさ普段そんな飲んでるわけじゃないんだよね。今はたまたま飲んでただけ。麦茶パーティーパーティーツッツッタ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 ッパーティータッ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 パーティーパーティーしかわかんない歌詞が。パーティー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 。逃げちゃう別にさ好きじゃないんだよねそんなに。千葉の麦茶って甘いって本当そうなの知らない初めて知った。なんでテロップ変えたよ。終わったから。朝の空を見上げて、もう夜だけどね。夜はこれからだね。そうだよ。あ、外は入れないんですね。ちょっと、しゃ、違います。千葉って入れるんですか？わかんない。私は入れる。もう5分経ったかな。じゃあ私は P4U はちょっと一番最初に言ったようにちょっと受け取りきれなくなっちゃったのでカード強化をします。皆さん一緒にパファッション4U をやりましょう。ファッション4U をやって来月からのイベントも配信でもやっていこうと思うので皆さん一緒にやりましょう。ゴールデンウィークを使って
やりましょう。わかりましたか？皆さん、わかりましたか？ファッションフォーユーをやりましょう。え、声大きくなる？これ。声大きいですか？声大きいんですか？あー、声大きいですか？目大きいんだ、すごい！今朝の言うことは、絶対。みんなから。みんなから大きいだって。ちゃんとマイクって機能してるんですね。すごい、ちゃんと機能してるんだ。そんな大きいんだ。気になるわ。気になるわ。そんな大きいんだ。私は変わんないです。私は普通。ねえ、そんなに変わるんだ。すごい、マイクすごいね。やっぱだからこの弾き語りマイク大事なんだね、意外と。もうちょっとさ、ここら辺に来れるようにさ、なんかさ、ここら辺にテープでも貼っとこうかな、次から。焦ったー。仕事の時どうにかできないか。これはもう耳だ、もはや耳だ。でもショールームってさ、あれだよね、 Bluetooth のイヤホン使えなかったよね、確か。こういうなんかレコーディングみたいなマイクなら、だからコードでつなげばさ、つながるのかな。ね、テープで貼ればちょうどよくない？よく学校のさ、パソコンの付属のマイクでさ、ヘッドホン遊んでた。あと待ち受け画面とかをホーム画面とかを変えて遊んでた。ヤスさん、だるまありがとうございます。ありがとう。グッバイ。無理でしょ。グッバイだよ、みんな。ふうくん、ありがとう。もう一回気をつけながら歌おう。よし、ありがとうございます。団長読みをします。13位ゆうきさん、12位たけさん、11位やっさん、10位かずかずさん、9位奥村さん、8位ピノさん、7位福さん、6位メガトンパンチさん、5位ひらがなてらしさん、4位チキチキさん、3位かんさん、2位もなかさん、1位しまかぜまるさん、ありがとうございます。リストは最初の方ちょっと読めなかったのでちゃんと読みます。
しまかじまるさん、もなかさん、なべかずさん、なべかずさん、もなかさん、しまかじまるさん、じゃあありがとうございます。いっぱいバッチさん、たかぴさん、けんくわさん、ゆうきさん、すごいいっぱい、みくさん、ふくむらさん、たけちゃん、むっさん、かんさん、しんちゃん、もっとしんさん、よっさん、いったね。ふうくんもヨッシーさんもいたし、かまぼこさんもありがとうございます。ありがとうございました。今日は弾き語り配信ということで、あの一番新しい曲をフルでやってみました。またいつかやるかもしれないですけど、よろしくお願いします。ということで、何より何より今週中じゃない、もう今日中明日中には皆さんパッションフォーユーを始めていただけたら嬉しいです。とてもとてもとてもやっていただけたら嬉しいです。私のイベントに協力してくれたら嬉しいです。来月からパッションフォーユーのイベント、あるんですけど、今月中も、今月終わりなんですけど、今月中にはこうクラブに入って、来月からはみんなでこう頑張ってやってほしいと思うので、よろしくお願いします。お願いします。本当に本当にお願いします。お願いします。ぜひ、もし後で協力しようって思ってくださっても、この今日とか明日とか今月中にクラブに入ってたら、入ってなかったらダメだから、こうとりあえずまずは入ることをお勧めいたします。レベルはいくつ、今ね内緒で私はみんなと一緒にやってるので、レベルは公表しておりませんが、こうどんどん冒険もしておりますので、まあまあまあ皆さんもよろしくお願いします。全然やったことない人もなんか一緒にやってくれたら嬉しいです。他のイベントよりかはあんまりなんかこう他のイベントに比べたらこう金銭的余裕も少しはあるのではないかっぽいので、よろしくお願いします。そう、一人でもクラブ作れるけど、できればみんなで一緒にやった方が今回のイベントはいいみたいなので、ぜひよろしくお願いしますっていう感じで終わりにしましょうかね。ぜひ皆さんやってくれたら嬉しいな。お願いします。なんかハッシュタグとか作った方がいいですか。いいかな、とりあえず、とりあえずまずはこうパッションフォーユーを始めてもらうっていうのと、わかん、私 iPhone だから iPhone 以外はちょっとわかんないけど、あの下の矢印みたいなところからさ、ホーム画面に追加したらさ、普通にこうアプリと同じような感じでポチって押せばすぐゲームできたりもするので、いちいち調べなくても、パッションフォーユーアプリじゃないんですけど、全然あのホーム画面からもすぐ行けるように設定もできるので、
そういうのもやってみてください。そうね、毎日ログインだけでもらえるやつとかもあるのでお願いします。私も全然全然まだ初心者なのでわかんないですけど、だから一緒に始めましょうって感じです。なんかわかんないこととかあったらショールームでコメントして、これわかんないんだけどって言ってくれれば多分優しい人が教えてくれると思うので、みんなでまあ楽しんでやりましょうっていうことで、とりあえずすごく長くなってしまったので終わる終わる作業をねいつも通りしてしまったので、そろそろ本当に終わりたいんですけど、うん、大丈夫ですかね。あ、うるさい、うるさい、だってうるさいって、うるさいからやめます。バイバイ、みんなよろしくね、よろしくね、よろしく、本当にお願いします。みんなでやろう、やったら楽しんでやろう、うん、楽しんでできたら嬉しいな。お願いします。今日見てくれた人は絶対ショールームのフォローもお願いします。ではあとあれもうみんなさすがに見てるかな、レッツステイホームの、レッツステイホームの YouTube をよろしくお願いします。きっと見てくれてると思うんですけど、私の楽器演奏のやつも載ってるのでよろしくお願いします。以上です。じゃあね、本当にバイバイ、おやすみ、バイバイ、ありがとうございました。あ、いいんですよ、ありがとう、高評価もお願いします。バイバーイ、バイバーイ。